写し撮った動画で、うん、フェアウェイウッドの払い打ちは競争論だって言ってたじゃん、うん、そういう話いっぱいあるって言ってたんだけど、いっぱいあるね。それは理想論で本当はそうじゃないよみたいな、うん、知りたいな。平井弘明のワンナップゴルフ。 100% そうじゃないじゃないんだけど、うん、前ショットそれはやらないよっていうことが多すぎるのね。例えばダウンブロー、うんうん、ダウンブローをやるときはどういうときですかってまずやる人に質問をしたいわけ俺は、はいはいはい、うん、前ショットじゃ間違いなくないですよねって、まさかっていう感じなの。あれでも YouTube 見ると、うん、もう前ショットするぐらいの、あ、だから悩んじゃう。あれ全部じゃないの？全部じゃない全部じゃない全部じゃない、うんと、ってなったら全部こういうとこと、こういうとこと、こういうところダウンブローやってみなさいよ、ドッカーンってダフるから、そらそうっていうのはある。それダメでしょ今ダウンブローはっていうところ。逆を言えばゆるゆるグリップ、ゆるゆるグリップ雨の日やってごらんってそうだ、森の中にクラブ飛んでくよってそうで、雨の日はギュッて握るってじゃあ言いました、その練習してますかって。あ、そっか、そう、雨でスコア崩れました、原因は何ってなってった時に、じゃあタイトに握るグリップも練習してなかったですよねって、で抜けちゃいそうになって滑ったり汗かいたり手汗とかさ、そういうので結局緩いグリップの練習しかしてないとそういう対応ができない、うんうん、そしたら対応できない場合はスコア崩れるのが当たり前ってなっちゃったら面白くないでしょ。そうだから全状況ではないってこと。そう、しっかり握る時もあるし、それはもちろん緩く握る時もある。片方やってんだったら両方やった方がいい、基本は1個真ん中だけだから。そうそうそう、そういうのめちゃくちゃあるよ。ある。あと体回す回さないね、回せって言うじゃない、うん、俺は回すなって言うじゃない、はい、うん、だから回しすぎてミスをしてる人がワンナップゴルフでは8割だから、特にバックスイングで、ね、フォロースルーで回しすぎな人を見たことないから。ああ、それ言ってるよね。あ、こういうのもあるし、軸ブレね、体重移動しろ、飛ばしたいなら体重移動しろ、体重移動しないで右に後ろに残った人の方が飛ぶ人多いから本当にそういうのは理想であって、その方に合ってるかどうかの判断なだけ。うん。この間レッスンでね、すごい嬉しいこと言われたの。現実っぽいことを言われてますよねってレッスンで、うん、あ、本当にありがとうございますって言ったのどういうこと？だからその方は他の YouTube を結構見てらっしゃったの、はい、だけど何回も動画で口にして申し訳ないんだけど、シャロースイングやってたコースで一発も成功したことないのって今まで一発も、うん、10ラウンド以上はそのやったんだって。だけどコースで一回も成功したことないんだ。うすうすやめようかなと思ってて、たまたまワンナップゴルフがおすすめに出てきたの。ラッキーだね。ラッキーでしょ。したら全然違うじゃんって、やってることが。ただ本当にコースでやってたことを言ってるんだなってその方は分かってくださったの。だからコースでやろうと思って、でそのやり方を詳しく聞きたいって言ってレッスンに来てくださった。その方は変な話調子が悪くて、言っちゃえば重症よ。だけど今一生懸命取り組んでて半分以上スイングが治ってきたの。したらそれはもちろん球が今までナイスボールが何球出てたかってことなのよ。10球打つ時にそれが1球か多くて2球だったのね。それが5、6球今出てるわけよ。でその本人はやっぱり嬉しいって言ってんだよね、うん、だからそういう風な気づかれた方っていうのは理想論を言ってるのか現実論を言ってるのかの判断ができる方が多い。それはね、すっごく俺も思う。動画なんかチラッとタイトルだけしか見ないけど、見てもこうやったら何々出ませんとか、どんなミスが出ませんとか、いや出るんでね、ミスは出るんだけど、まあ内容は多分少なくなりますよっていうことを言ってんだろうけども、一個だけたまたま俺見たチャンネルがあって、本当にダフらないようになるっていうことで、右肘を伸ばさないようにすればダフらないっていう動画があったんだけど、何も言わずにチャンネル変えちゃったのね。嘘でしょって。結構有名な方よ、有名なプロ。え、そうなの？うん、女子プロね。ダフんないだけでしょ。そうなの。届かないだけでしょ。そう、ダフんないんじゃ、届かないからダフんないだけ、うん、
ダフらないようにナイスショット打たせなきゃいけないって前もね動画で言ったけど、それがやっていただきたいポイントになってくるじゃない。だからそういうことって難しいなと思うんだけど、でも安易に言い過ぎてないかなと思う部分もあるんだよね。あとそれこそ手を使うな、使うって本当にあの傾斜地行ったりトリックショット、例えばトラブルショットとか、あとはやっぱり球を無理やりでもコントロールしなきゃいけないショットっていうのは手は使うから、小手先を、手元が浮く方にサロン用でちょっと浮かないスイングをちょっとやるんだけど、めちゃくちゃ使うからね。ちょっとねこの間っていうか一昨日ラウンド行ってきたんだけど、改めて使うんだなと思った。だからそういう使わなかったら絶対打てないところが出てくるんだなと思ったの、うん、使ったらそういう打てないところが簡単に打てるようになるんだけど、でも使わない、使っちゃいけないって教えられた方は使わないじゃない。したらずっとそのポジションが苦手になっちゃうんだなって俺は思ったの、はい、うん、それは良くないなと思った、うん、だから使うんだよね。使わなく時もあるの、使わない場所もあるんだけど、使わなくてもいい場所だけどほとんど使うんだよね、うん、じゃないと打てない場所が本当出てくる。だからそういうなんだろう、理想を固めちゃうとゴルフって難しくなっちゃうんだよね。理想は理想で持っといて、でそれの逆の打ち方も遊びで練習しとけば相当なこうバリエーションになるんだけど、例えば体を使って手を使わないで打つショットを相当練習してるとしたら、やっぱりそれなりに弊害は出てくるわけよ。軸はどうするの、重心はどうするのとか、そういうだから難しい問題になりやすいんだよね。だから本当に毎回言うけど、もうちょっとゴルフってシンプルで簡単にナイスショットは打てるはずなんだよね。そこがなんだろう、なかなかこういう弱小チャンネルだと伝わりづらいなという、うん、問題が起こってますね、はい、まあ理想、確かに理想ってあるよね。フェアウェイウッドの払い打ちなんかまさに理想だなと思って。いや本当そう思う。右に低い球、右ペラ、スライスが出る場合は理想が強いからね。あと何かあんのかな、理想。体重移動は、どんなスポーツでも体重移動しそうじゃん。そうだから、しすぎないために、一軸にしてっていうことだからね。ぶらさないようにっていう。うん。体重移動することが目的じゃなくて、一軸って言われてる人って、体重移動を強くしちゃってる人がほとんどだからね。それを直されて真ん中にいなさいよって言われてる人も多いから、体重移動ってなんかしなさいって言われそうな感じするけど、だけどこう揺さぶったら軸ぶらさないでとも言われる、ね、そうそう。でじゃあどっちなのってなっちゃう。そうなっちゃう。だから無意識のうちに振った時にどっちになるのかだよね。本当に5対5でアドレスをして右側に5対5で回したら、腕の重さが右に来るから絶対に 5-5 ではなくなるんだよね。でそれを左に切り返してこうやって勢いよく行ったら、右に残ろうとしても多分左に行く人の方が多いんだよね。行くよね。そう、それを我慢してるからこうなる人もいるわけよ。はい、はい。そう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 。だから頭の中真っ白にしたらほとんどの人はこう行くんだよ。ああ。うん。向かう。そう、向かう。向かいたくなっちゃう。ボール打ちに行くからこうやって。うん。あとはもう本当にバックスイング頑張りすぎて、こうやってなっちゃう人もいるけどね。こう左に重心かかって、だから左膝が出る人、まあこれも同じだな、動画諦めないでそうなっちゃうんだよな。そう、そう全部そうなっちゃうからね、うん、結構答えが出てるのにそこの答えをスルーしてやりたいことをやり続けて調子が上がらない人が多いわけよ。それはなんかそれな気がしてきた、今話してた。ああ理想とかじゃなくて、やりたいからやってるんでしょ。うん、そう、だったらいいのかなと。本人も多分ストレス感じてないよね、多分やりたいんだからね。そうできないだけで、そうめっちゃくちゃそこに答えはあるんだよね。あ、そう、そう、一個例えやっていい？スイング一応急いじゃう人。ああ、こうやって急いじゃう人いるじゃない、うん、こういう人がでもそれでもまあまあまっすぐ行くっていうのかな今これがインパクトゼロ最強説ね。あ、なんとかゼロ、そう、いや違うの、一番編集インパクトゼロやってるんだから、トール君が知ってるはずなの本当は。それを今は一泊一泊で打ったの、わざと。でも平井にしては早いの、俺は 2-1 だから、うん、だからそれを3泊1泊にしてほしい。こうやって
今日一出た。ダウンスイング急ぐのは決して悪いことじゃないの。飛ばすためなんだから。ただ何を急いでるって言ってるかって言ったらバックスイングだから。バックスイングと切り返しね。そう、スピードを急ぐ分にはいくら急いでもいい。そう、だからバックスイングを3拍にして1拍で打つのね。そう、こういう意識があるだけで全然変わるから。腕力に超自信があるんだったら一泊一泊でいい。うん、1対1でいいんだけど、ほんとこういう人だよね。基本は2、1なんだよね。2泊で上げて1泊で降りる、うん、でそれでも急いじゃう人は3対1で3泊1泊で振った方がよりいい動きになる。そうすると下半身の自分の動きに無理をしなくなるからね。そう、ゆっくり上げればガンって動かないし、ガンって動かないから、そういう意識を持ってあげることが大事なんだけど、飛ばしたいからとかいろいろ考えちゃうとやっぱりこうグワンって上げちゃうんだよね。そう、そうするともうヒューって緩むだけだから、うん、ドライバー、チーピン、スライス、アイアンダフリー、引っ掛け、全部出るから。そういうことがまあ例としてあるんだけど、悩みの数だけそういうものあるよね。あ、今回も毎回同じ動画を撮っていきました。本当に理想でゴルフをすると難しくなるんで、ご自身のスイングが一番素晴らしいって再度確認していただきたいんです。それは何も入れる前のスイングなんですね。なので、できればその自分の感性で打ってあげた方がいい結果が出る時間がやっぱ早いと思うんだよな。本当にそれやってもらいたいんですよね。なんでその意識だけでもいいんで、あんまり理想に近づけない、もちろんそのあまり違和感がないくて自分の理想に近づくんだったらそれはラッキーなんで、ただ自分の理想とあまりにもかけ離れてるものを自分のスイングだとして、でそれがこう合わせよう合わせようとするとやっぱそれなりに難しいですよ。なんでまずは自分のナイスボールが出てからいろいろいじるようにしていただきたいという、毎回同じ意見でございます。で今回はその、まあ、理想について動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。